おはよう、フレディ。久しぶりに起きたんだね、マリスドール。夢を見てたの。そいつは夢なんかじゃないさ、マリス。それはただの記憶だ、遠い昔の。気を悪くしたかい、マリス。そんなことない。だって私はドールなんだから。今日も行くんだね、散歩に。だってそれが私の仕事なんだもん。客なんかどこにもいやしないのにかい。じゃああなたは誰のためにお掃除しているの。それは俺がリッカーだからさ。一緒だね、私と。そうだ、一緒だ。ドリス、アマンダ。ドールはみんな眠っている。壊れているわ、エルザ。ヘザー、今日は憎たらしいことは言わないのね。こんにちは、ドリス。壊れているな、マリス。こんにちは、ジョー・アドミ。おかしなところから冷却液が漏れている。私、壊れているの？壊れていない機械者はこの世界にはいない。皆そうなのだ。永遠を生きるにはどこかを直していくものだ。リペアラーに直してもらいなさい。トッドが上の階層にいるはずだ。ありがとう。マリス、上の階層にはルーコサイドがいる。ずっと昔に会ったことがあるわ。私たちを守ってくれる強いマシナリーでしょう。本来はそれが仕事だった。しかしデボというルーコサイドはその仕事を忘れるという故障をしている。もし見かけたら近づかないことだ。分かったわ、管理者のジョー。
こんにちは、メリザ。どうしたの？あなたも壊れているのね。私も壊れているみたいなの。一緒にリペアラーに直してもらう？でも、どうしてそんなに壊れてしまったの？あなたはパイパー、パイプ工事をしているのでしょ？じっとしてて、キスをしてあげる。私にはこれしかできない。どうしたの？わからないわ。ルーコサイト、異物監視者。もう大丈夫。ルーコサイトは言ったわ。こんなところ、私来たこともない。ずっと毎日お散歩をしていたのに、私はここのことを何も知らない。誰なの？こんなのおかしい。いないのにそこにいるだなんて。あなたはいないの。でもいる。そこに見えている。待って、なに、ここからも漏れている。このままでは私は止まってしまう。リペアラーを早く探さなきゃ。誰かいる？あなたはリペアラー？そうじゃないわね。前に会った時はそんな姿じゃなかったもの。もっとも私のメモリーもおかしくなっているのかもしれない。
あなたもマシナリ。どんなお仕事をしているの？私はドール。私は慰めてあげるのがお仕事でも、もう慰めてあげる人がいない。だからお散歩をしているのよ、毎日。ねえ見て、私故障しているみたい。おかしいの。だからリペアラーを探してたの。キスしてあげる。私にできることはそれだけ。そしたら一緒にリペアラーを探して。どうした？何をするの？それがあなたの機能。何をするの？私はあなたが嫌い。やめて。そんなことをしたら私壊れて。本当にメモリーがおかしくなってる。変な夢。笑っているわ。マリスが笑っている。どうして？何が起こったの？ヘザー、ドリス、みんな起きて！見て！この私を見て！今までと違うの。体がとっても軽くなって柔らかくなったの。見て、この私の体。確かに私はこの階層の管理者。ジョーという名前は仲間だけが勝手にそう呼ぶもの。それをどうして君が知っている？私、マリスよ。覚えていないの？マリス？ドールのマリス？そう、マリスドール。私の認識しているマリスはドールだ。マシナリであってそれ以外のものではない。しかし今私の前に立っている君は我々とは異なる存在だ。機械者ではないということだよ。私はドールよ。私は私。君はドールではない。やめてよ。何度も会ったことがあるでしょ。私が会ったのはドールのマリス、君ではない。そんなこと言わないでよ。そういう反応をする機械者はいない。じゃあ私は何なのよ。私のメモリーの最も深いところにわずかに残っているデータが
そんな存在のことを記憶している。神々の姿だ。神、私たちを創造しこの世界を創造した神たちのことだ。お客様のこと。ドールにとってはそうだったな。かしづき、ひざまずいて神の生殖を促す欲望を刹那的に慰めるのがドールの仕事。やめて。何を嫌がっている。ドールはそういう存在だったではないか。そうだけど、そういう風に言われたくない。ドールがドールとしてしてきたことを嫌悪するのか。やはり君はドールではない。やめて、やめてよ。神はもうこの世界にはいない。ドールでも神でもない存在はこの世界の秩序。私、何、何になってしまったの。私はドールだよ。私は私。デボルーコサイト。ジョー、管理者の私の命を忘れ他者を傷つけるだけの存在。お前はもはやルーコサイトではない。私のコマンドにより自己破壊せよ。お前の綺麗なボディを壊したい。体を壊したい。やだ、死にたくない。メリサ、メリサパイパー。怯えないで。私よ、マリスよ。どうしてあんなにしつこいの。私が異物だから。私怖い。もうダメなのかな。私メリザ、